山系チャンネル、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は愛知県立半田高校、半田高等学校の、進学実績、定員倍率、アクセスで、あと偏差値と内申点、あと制服とかですね、をお伝えをさせていただいて、まあ高校選びの際の、ご参考にしていただけたらありがたいかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。定員が、320名、倍率は、まあ、1.4 倍前後、ね、高い時だと 1.7 倍とかその辺になる時もあります。はい。で、アクセスに関しては住吉町駅が、最寄りの駅になります。はい。徒歩の時間に関しても、この地図で一緒に、見てもらった方が早いと思います。はい。一緒に制服も出させてもらいますね。進学実績の方いきます。明大33名、京大4名、阪大が4名、東大が1名。はい。毎年東大も、輩出してますので、まあ、東大にね、行きたい場合はやはり学年でも上位、もう1位2位ら辺を狙っておくと、入りやすいかなと思います。で、早稲田8名、慶応8名、立命館78名、名城136名という形で、まあ、早稲田慶応にも合格させますし、立命館かなり多いですね。はい。で、明大にもかなり多いので、やはり旧帝大を狙う方とか、ね、こういった早慶、立命とか狙う方でも、全然、合格できるっていうところにはなります。で、名城とかね、南山とかはもうかなりの人数を合格させてますので、四大進学率としてはかなり高い、高校さんになります。で、偏差値が68、内申が38前後ないと厳しいかなと思いますので、まあ、この辺りはしっかり取っておきましょうというところの高校さんです。はい。ね。まあ、この辺りを参考にしていただきながら、はい。で、あとはですね、まあ、高校選びの際に必要なのが、あとはまあ、学校の雰囲気だったりとか、部活とですね、で、選ばれる方多いと思いますので、そういったところに関しては、実際行かないとわからないところになります。なので、ここでね、動画でちょっと作ってもよかったんですけど、そのあたりは実際行って自分の目で見た方が確実かなと思いますので、夏休み等を利用して見ていただくのがいいかなと思います。他の動画に関しても、また、作っていきますので、他の高校さんの、参考動画とかも見ていただいて、高校選びに利用していただけたらと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。はい。それではですね、ここで、高校の半田高校の、情報は以上になりますので、また次回ですね、違う高校さんの情報をどんどん上げていきますので、そちらを参考にしていただいて高校選びをしていただけたらと思いますので、ぜひ、そちらも見ていただければと思います。それでは失礼いたします。